ロビンソン R44 ロビンソン R44 ロビンソン R44 とはアメリカ合衆国のロビンソンヘリコプターが開発した小型ヘリコプター。1990年初飛行。エストニア空軍の R44 ロビンソンヘリコプターはロビンソン R22 の開発、製造で成功を収めていた。R44 はその成功を受けて拡大型として開発された機体である。 機体の大まかなレイアウトは R22 を継承しているが、新設計の機体であり、キャビンも R22 の複座から4人乗りに拡大されている。シュローターは2羽でセミリジット方式のハブを持つ。ビブローターも2羽で安定版の左側に付けられている。1986年より開発が開始され、1990年3月31日に初飛行した。 1992年12月に FAA の形式証明を取得し、1993年1月から引き渡しが開始されている。当初より販売成績は好調で、2011年時点で5300機以上が生産されている。初期型にはアストロとの相性が付けられ、2000年からは操縦装置に油圧補助が付いたレブンが開発された。2002年からは、 エンジンやローターが改良されたレーブン2となっている。2016年12月にはブラジルで花嫁を乗せたヘリコプターが乗員全員4人死亡の航空機事故が発生し墜落している。当日はノームであり、この航空機事故について空間式失調が原因でパイロットに対してパイロットエラーの疑いが問われている。 ありがとうございます。